アスカは海上自衛隊の試験艦。海上自衛隊としては15年ぶりの試験、専用艦で省力化やステルス化を目的とした関西兵器実験艦。同系艦はない。なお艦名は試験艦の命名基準である名所、旧石の文明、文化に関する地名という点から日本の古代大和朝廷が栄えた地、アスカにちなんで命名された。 創始婦人自衛官7名が乗員となった最初の官邸である。上型から船体は車両甲板型の船型を採用している。艦首そこには浸水上艦用ソーナーを設置したことから、闘病の際の干渉を避け、また再破発生位置をできるだけ後方にして、OXXX から遠ざけるように、艦首は鋭く突出している。OXXX は、 バウドームのシリンドリカルアレイと艦艇の長大なフランクアレイからなるが予算の関係上 FA は片言のみの装備とされた。環境構造物は4層よりなり、その最上部には射撃式装置3型試作機のアクティブフェイズドアレイアンテナを4面配したレーダー機器室が設置されていた。試験終了後、 FCS-3 試作機の部品は、旧ュ型護衛艦の2隻に転用されており、現在では、あえ s アンテナも含めて全て撤去され、レーダー機器機にはカバーがかけられている。また、平成26年度以降、マルチファンクションレーダーの性能向上策の一環として開発されてきた、X バンドの多機能レーダーの試作機が搭載されて、 会場試験が実施される見込みであり、すでに準備工事の一部は始まっているものとされている。環境構造物の直前には01看板レベルに看板室が設置され、ここは3看板吹き抜けの空所とされて、後に新アスロックの運用試験のためのマーク4 1モット1 7 v l s が設置された。また同様に、収益後に魚雷防御システムを構成する当社型静止式。 ジャマー、自走式でコイの試作品を搭載し、運用試験を実施しているほか、魚雷発射艦も12式魚雷の試験のため、更新されている。なお、試験艦という性格上、艦艇乗り組経験の乏しい試験要員の上艦機械も多いことから、通常は一方通行のラッタルとされるところを2列並行の階段を配置し、また、避難経路を示す。 誘導塔を設置するなどの配慮がなされている。また、第2看板に配置された固有乗員の居住区に、加えて、これらの試験要員などの臨場者用として、第3看板に約100名分の居住区が設けられているほか、試験関係者の打ち合わせに使える多目的行動や試験機材などを設置できる計測室が設けられている。なお本館は自衛官として、 初めて女性自衛官が乗艦した艦でもあった。手記としては、自衛官としては初めてガスターボエレクトリック、ガスタービン複合推進方式を採用した。これは、巡航機として、ゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービンエンジン1機を発電機として用いたターボエレクトリック方式を加速機として、同じく LM2502 機による機械駆動を用いるものであった。 ただし、コグラグの試験終了後は発電用 LM2500 は、他に転用されて撤去されていることから、現在では、ガスタービンエンジン2機のみが動力となっている。また、運行要員の省力化も試みられており、そうだと、手機操縦をそうだ、手機遠隔操縦装置に統合したことで、従来は、それぞれの操縦員が必要だったのに対して、ワンマンコントロールが可能とされたほか、 ボタン式速力通信機の採用により、手機の直接操縦が可能となった。上艦板後部はヘリコプター艦板とされており、着艦高速移送装置等は備えられていないものの、H-60K ヘリコプターの発着が可能な面積が確保されている。またハンガーも SH-60J を収容できるようになっているが、それ以外にも試験機材の収容や悪天候時の 試験用引退機所など様々に用いられている。ヘリコプター艦板直下の作業艦板には栄光ソナーの巻き上げ装置が搭載されているが、これは試験用という性格上、護衛艦用の実戦装備と比してかなり大掛かりなものとされていた。アスカは中期防衛力整備計画に基づく平成4年度計画4200トン型試験艦6102号艦として、 住友重機械工業裏画像戦書で1993年4月21日に寄港され、1994年6月21日に浸水、1995年1月19日に行使開始、同年3月22日に収益し、開発指導隊軍に直轄艦として編入され、横須賀に配備された。建造費は278億3900万円。 1995年から統合加工法システムの性能確認試験を実施。1995年から1998年、オークク、XX ソナー、コグラグ推進方式、FCS-3 の試験を実施。1998年、赤外線探知装置の試験を実施。1999年から2000年、新戦術情報処理装置の試験を実施。 2002年3月22日、開発指導大群が廃止となり、開発大群が新編され、同軍霊下に編入。2003年から2004年、当社型静止式ジャマーと自動式デコイの試験を実施。2003年から2007年、新アスロックの試験を実施。2007年から2011年、新体専用魚雷の試験を実施。2007年10月に行われた PSI の 海上警備訓練では、本館を容疑船役として、護衛艦・イカズチの立ち入り検査隊の臨検訓練が行われた。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、災害派遣のため地震発生後の53分後の15時45分に緊急執行をする。同月21日まで10時。 26日より再開、4月8日まで従事した。2012年、新水中自走標的の試験を実施。2014年、朝日型護衛艦に装備するレーダーと、マルチファンクションレーダーの性能向上の研究で、試作したレーダーを搭載。2015年5月25日、MQ-8C デモンストレータによる、関西適合性試験を実施。二千十七年、 12式地対艦誘導弾の関西化試験を実施。2019年、最上型護衛艦に装備する VDS タスの試験を行うため、後部艦班の一部をかさましする。2020年4月1日、開発隊軍直轄艦から艦艇開発隊令下に編成がへ。ありがとうございます。